知ればもっと旅が楽しくなる。名城を楽しむための基礎知識。御殿に隣接して室町時代から戦国時代にかけて、守護大名らは屋敷に自然を有効利用した庭園が設けられました。京都の生活を真似て屋敷と庭園を両方設けることで、室町幕府とのつながりを見せつけ、権威性を誇示するためだったと言われています。また岐阜城の山麓屋敷跡では、織田信長が作ったとみられる庭園が発掘されたほか、織田信長の後継者にあたる豊臣秀吉は金星城郭に庭園を取り入れました。これ以降、御殿と庭園をセットで作ることが一般的になっていったと推測されています。江戸時代に入ると、城の内外に豪華な庭園、大名庭園が作られるようになりました。現代でも各所に大名庭園が残っています。水戸城の西南にある偕楽園は日本三大庭園の一つに数えられるほどの優雅さを誇っています。城主は合戦や政務の疲労を癒すためにこの庭園を眺めたことでしょう。実はこの庭園、敵がお城に侵入した際にも防御機能を持っていました。実際に大阪の陣では、豊臣方が最後に自然を生かした庭園である山里曲輪に逃げ込んでいます。山に見立てて土を盛った築山は、まさに土塁の役割を果たしましたし、池は堀の代わりになります。また籠城時には食料や薬になるよう植物が植えられたり、池は飲み水を確保するのにも役立っています。つまり庭園は眺めて楽しむだけでなく、お城の防御機能を高めることにも一役買っていたのです。城下町が発展したのは信長の功績が大きく、信長は配下の武士をお城の周りに住まわすことを推奨しました。城下町は主に三重構造で、城を中心にして重心の屋敷が立ち並ぶ侍町が形成されており、その外側に町人地、さらに一番外側に身分の低い武士の長屋や重心の別邸が配置されていました。寺町は町の外れに建てられ、合戦の際には要塞として利用し、兵を待機させる場所としても機能しています。城下町は鍵型や T 字型の道で入り組んでおり、さらに道沿いに家屋をびっしりと配置することで、敵勢が先を見通せないように工夫されています。そのためお城を落とすためには、まず城下町を攻略する必要がありました。城下町が合戦のたびに焼き打ちされたのはそのためです。もちろん城下町は両国経営や商業の中心地としての役割も持っています。軍事面と政治面に大きく関わるため、築城の際には城下町をどう構成するのか慎重に計画されました。例えば彦根城の城下町は、あちこちにあった藪や沼を整備し、競り川をまっすぐ琵琶湖に流れるように土木工事を行い、さらには低い土地をお松山の土で埋め立て、三重の堀によって区画されています。前半は江戸幕府の天下普請によって、後半は彦根藩の独力によって築城にはおよそ20年もの年月がかかりました。